もともとはもうね、築21年になったんで、で、まあ、で子供たちがいなくなったっていうこともあるんで、まあどういう形でこう生活するのがいいのかなっていうのは、まあ、話してはいて、まあちょうど20年も経ってるし、まあそろそろ2人だけの生活になってるんで、リフォームするなら、まあ、安子のその住みたいようにというか、そんな形が一つあったんで、まあ、それが一番のきっかけですかね。とにかく娘も息子も2人とも独立してもいなく、もう2人っきりだったので、お部屋の数とか狭くってちっちゃいお部屋がポポンってこうあるような状態だったんで、まあ住みにくいのもあるし、なんかたまにこう人がたくさん来て一緒にご飯食べたりするのが結構楽しくて好きなので、広いところでみんなで、ね、お食事できたらいいかなっていうのがあって、楽にできればいいかなっていうのがあったんですよね。2階は子供部屋と私のあれで、まあ、3部屋あって、で下がまあリビングってんで、ただまあずっとねワンちゃんっていうか強しっていうのを飼ってたんで、女房はリビングのところに布団で寝てたんで1階のね、まあ、だから自分の部屋が持ちたいっていうのもやっぱりこうあっちゃったっていう。私は ほぼ1階で済ませてたっていうのと、あとお洗濯がね1階でしてて、それを2階に運んで干すっていうのがもう唯一2階。やっぱりね、一つはやっぱり天井高を高く取りたいっていうのが一つあったんで、2階を天井高を高くするためにはもう完全にこう天井を取って、やっぱり屋根の形を全部表す、それプラスウッドデッキをこう広げると、やっぱりかなり空間的に広く見えるってところが、でやっぱり憲兵要請率的に増築はちょっとできなかったんで、2人なんだけどやっぱり広く見せたいっていうところがやっぱり思いがあったんで、まあ、2階がリビングがいいんじゃないか。やっぱり目玉がキッチンの4メーターのキッチンっていうのが、多分コンセプトの中でこう、まあ、料理好きだっていうところとかあって、やっぱキッチンを囲みたいっていうそういうのがあったんで、でも割ともっとちっちゃくてもよかったかななんて思ったりはしたんだけど、やっぱりここにこうこれだけのキッチンがあると、まあ、キッチンを中心にこうここに集まれるって感じが、まあ、そういう意味では、設計したらよかったと思います。私 のやりたいことをいろいろ逐一聞いてくれたんで、それを伝えてはやってくれました。相当いろいろね、図面は作ってもらいまして、 なるべくこういろんな人がリビングにこう来て、ああ楽にこう会話ができてっていうところの空間がかなりできたかなっていうのは。アイランド系だったんで、向こう側に食器を取りに行かなくても、お客様とかが来た時にこう あれお茶碗取ってとか何取ってって言っても、他の家族の方たちがこう用意してくださくれるので、私的には助かってるかなっていう感じですけどね。あと、そうね、お風呂を広くっていうのと、その浴室の洗面所のところをこうかなりこう空間的に広くで、あそこでちょっとこうゆっくりしたい。ここ角の家なので、その人の視線がすごく今までは気になっててけど、今2階にそのリビングを持ってきて、でそこのウッドの壁を作ってもらったらほとんど見えないので、すごくいい感じでお酒が美味しいですよ、うん、今回まあデザイナーがいて、直にこう大工さんと設計者が話をして決めていってこう作っていくのにはすごく良かったかな。で後々もこう
その大工さんがよくこの家を知ってくれるって、まあ頼みやすいよ。デザイナーさんがいてちゃんとこう作ってくれるっていうのってなかなかそんなに話がね、ある話じゃない。みんなもなんかこうそういう風なのをやると、あんなおしゃれなお家に住みたいんだなと思ってもできると思うよね。みんなお友達でも親戚っていうかね、でも気軽に来ていただいて飲んで食べてしゃべって楽しく時間を過ごしてもらえればいいかな。そう、ね、ずっとこう住み慣れるってことがこれから大事かなと思ってるんで、また設計者にも注文つくかもしれないけど、でもやっぱ住み慣れて初めて分かるようなことがあるんで、まあ、そういう意味では、まあ、大事に使って住み慣れたいなと思って。